皆様こんにちは、キスジャガーです。2020年の1月の10日金曜日10時33分です。今現在霞の漁港の方に来ております。ちょっとね、もう一件配達あるんで遊んでる場合じゃないんですが、ちょっと干物買いに行こうかなと思いまして、漁港の模様もお伝えいたします。結局無駄遣いみたいなね。この辺適当に止めてええ言ってたけどどうかな。ちょっと漁協の方に遊漁館というのが、漁港が直営店みたいな、新しいルートでご案内します、教えていただいたので行ってみようか。これか、丸い屋根、それやな、それやな。どこから入んの、これ。入れる、入れるな、何ぼでも止めれんな、これ。よかったよかった。ここをおすすめされました、あの地元の方に、配達先の方にね。ちょっとトラックなんですが、適当なところ見つけて止めさせていただきましょうか。楽しみやな。カニは買わない よ、予算もそうやし、あのカニは食べるのめんどくさいから。干物、干物、何かのどぐろとか、あんなやつも安ける。間違えた、財布持って行ってまいります。お留守番お願いします。いいお値段がしましたな。こんな感じ。のどぐろは安いなと思ったけど、イカが高いな。イカの一夜干し、ちょっと大きめなんですけども、一夜干しのイカが1枚800円、のどぐろがまあちっちゃいですよね、大きい魚ではないんで。のどぐろ 5、6 匹入ったやつが1袋900円か。どちらも一夜干しの冷凍もんです。はい、お値段したな。まあいいや、行こうか。すいませんね、5分ぐらい買い物しちゃったね。遊漁館、これは漁港が、漁港じゃない、漁協か、田島漁業協同組合っていうのが、新しいルートでご案内します。田島か、まもなく右方向です。あって、その漁港、漁協の直営店らしいです。激しいな。バギー切るか。少々お待ちください。バギー来ます。バギー来てね、紺色っぽいやつ来たら映り込まないんですよ。顔は紺色にするわけにいかんから、顔が映り込むかもしらんけどね。天気良すぎて困るね。暑いんですわ。気温やっぱり10度ぐらいまで上がるかもしれないですね。朝のうちはね、その夜明け前はどうか知らんけど、8時9時ぐらい、それぐらいの時間帯は一応湯村温泉の方も3度とか4度とかそんな感じで、雪ではなく雨が降っておった感じなんですが、
漁協直営店とかじゃなくて、こういうとこでなんかおっさんと話して握って買うとこの方が良かったかもしれないな。お客さんに紹介してもらったから、名前出してくれたら安なるかもよって言うから言ったんやけど、全然安ならへんかって。安ならんでもいいけど、なんかおまけつけとくねとかいうこともなく、来る時にね目星つけたんですよ。その辺になんかじいさんが一人ボーッと立ってるところがあって、でまあまあ大型トラックも止めれそうかなって目星つけてきとって、あそこ行ってじいさんと大阪から来ましてみたいな話しながらね買い物するとちょっとぐらい安くしてくれるんじゃないかと思うんですが、まあいいや。まあいろんなところで買い物してるんでね、値段がまあまあわかるんですよ。ちょっとね一夜干しのイカ、確かにちょっと立派な大きさはあったんですが、あれ1枚せいぜい400円やね。舞鶴とかで買うたら400円3枚合わせて1200円とかそんな売り方のやつだったと思ってたんですが、1枚が800円しましたね。ちょっと信号間に合え間に合え間に合え間に合った。信号待ちしてる車おったら嫌やな思ったけどいなかったですね。8時じゃない10時45分どっから8時出てくる。出発するとき時刻言うてなかったね。10時45分です。まもなく右方向で、次は豊岡と久美浜の間ぐらいまでは行くので、30キロ近くあるので30分ぐらいかかります。それまでお付き合いお願いします。凍ってしまうと日本酒買えばよかったな。さっき酒蔵がね5キロ圏内ぐらい、5キロもないな、3キロぐらいで酒蔵に着くんですが、トラックも止めれんことないと思うんやけどな。あそこ行っても安くしてくれるわけちゃうやろうし、もう無駄遣いはやめとくか。せっかくねのどぐろとか凍ったんで日本酒で行きたいですよね。ビールとかワインじゃなくて、ワインはちょっと臭、生臭になるからね。ビールか、あと麦焼酎の長期熟成のやつがあるか。およそ300メートル先、右方向です。どないして食べよう、どないして飲もう、もうそれしか考えてないですけど。霞漁港から霞インターまで出てまいりました。まもなく右方向です。そうですね、右方向30キロ行きましょうか。これ右行かずにね、この由良口という交差点まっすぐ行って2、3キロやと思いますね。右側にね霞鶴って言って酒蔵がございます。あそこ秋やったか冬やったか、もう季節いつか忘れましたけど、なんか品評会みたいなするときはものすごく大勢車でずわーっと、この交通量全然ないこの道がずわーっと車であふれ返るんですけれども、まあ車で来たら飲んで帰るわけにいかんし、どうするんやろねと思いながら私は素通りしてますが、安くしてくれるんやったらね、安してくれるんやったらいらんやつまで買うて帰んねんけど、干物もな800円じゃなくて500円でいいよとか言って800円で買えてるけどね、兄ちゃんやったら500円でいいよとか言うてくれたら3枚ぐらい買うて帰んのにな。まもなく左方向です。まあちっちゃいスルメではないのでね、大きかったんで、多分あれスルメですね。
県以下とかじゃないと思いますね。はい、北近畿豊岡道霞インター右側が鳥取方面、まあ、鳥取までは行きません。井村温泉じゃない、浜坂温泉で終わりです。まもなく斜め左方向です、はい、で終わりじゃないんかな、まだあんのかな。私乗ったところスタート地点やと思ってたけど、あの先あんねやろか。あるのかもしれませんね。ただのインターの位置やったかな。はい、まあいいでしょう。とりあえず豊岡方面、豊岡方面に乗りました。制限速度70キロの道路、山陰近畿道霞インターで乗って豊岡方面向かっております。これね、豊岡方面も豊岡までは行きません。長剣寺トンネル683m、 今のドスンドスンっていうバウンドでオートクルーズが切れた、勝手に切れよるな。霞区、霞霞区のこの何市とか住所的に上町霞区になるのかな。まあ、まだ兵庫県は兵庫県なんですけどね、住所がわからん。気温6度か、あったかいなと思ったけど6度か。そうかそうか、カメラが熱でやられるといかんのでもう一回窓開けます。薩摩で4キロ、豊岡24キロ、宮津77キロ。薩で終わりです。薩4キロで終わりです、この道路は。豊岡まで20何キロというのは繋がっておりません。霞トンネル2041メーから撮影しておったらまだ10分も経たんのですけど、漁港からやってお買い物の間留守番までしていただいたので、ちょっと買い物してるうちぐらい、あれカメラ切ってカットしとけよっていう話ですけど、カニとか水槽に入ってたし、あのボイルのやつはね、いっぱい4000円ぐらいやったかな。まあスーパーとかではちょっと見かけないぐらい物っていうか型がいいやつでしたね。やっぱ漁協の直営店やから値段はともかくとして物はなかなかのもんでしたね。直営店じゃないお土産屋さんで買った時にどれぐらいの値段でどれぐらいのものかっていうのはまだ比較しないとわからないんですが、まあ漁協直営店で紹介して教えてもらっていって、ね、あのお客さんの名前で明日終わりには高くついたなという、まあ、そういう印象です。元の値段が高い、だからあれ負けてくれない、あの気のいいおっさんとかが負けてくれんと、あのアルバイトの兄ちゃんとアルバイトの姉ちゃんみたいなのがおったんですけど、そのレジ打つだけやったらあのままこうたらタコつくね。あ、やっぱ札が終点って書いてましたね、今ね。山陰海岸ジオパーク、ジオパークロード乳児トンネル397m。 もうしばらく行きますとぐるーっと回るように回り込んで降りていって、国道178号線、このバイパス道は終わりまして、まあ、信号自体少ないんですけど、交通量も少ないんですが、一応下道あと 800m で終わります。気温7度まで上がってますね。10時53分、キロポスト 0.7 キロポスト。なるほど、こっちがスタート地点ね。札がスタート地点で10何キロポストってさっきあの来るとき言ってたのは、まあ向こう側に向けて、あの浜坂の方に向かって10何キロっていうことですね。
札がスタート地点、豊岡まではまだしばらくございます。あと 10キロ15キロぐらいあるんちゃうかな、豊岡までね。眩しい。脚光もそうだけど、雨上がりで道路反射してる。あんまり排水性良くなさそうやね、この道路。だから冬場とかは氷点下の時怖いですね。気つけてくださいね。凍結するかもしれませんよ、排水性これぐらい悪かったら。アイスバーンとかになってる可能性十分ありますね。今気温 7度なんで、こんなにぬくいから氷も雪も何もありませんが、これ氷点下になるような場所なので、ここは寒い雪国なので、こんなあったかい冬ですよということではなく、平年通りの寒さであれば凍っておってもおかしくございません。気をつけてください。山陰近畿道、浜坂から豊岡の札、まもなく右方向です。豊岡かな、まだ霞区やな、ここ霞、上町霞区かな、この豊岡市内ではないね、まあ、多分ね、豊岡市霞区じゃないね、多分ね、上町かなんかと思う。竹の海岸の近くかなって私言ってましたが、18キロもあるね。丘の違いもいいとこだ。神鍋高原22キロ、眩しい。道路が光っておるね、眩しい。逆光って言ってもお日さん高いんでね、もう10時56分、もう ほぼお昼前なんで、太陽は高いんですが、曇ってなくて天気いいと、で路面が濡れてると思う。太陽の 直射ではなくて、この反射がきついですよね。国道178号線を豊岡の方に向かって東向きに走ります。10時56分です。制限速度50キロ、もうバイパスではなく一般道です。お、パンとかポップコーンとかの自動販売機、ポップコーンの自動販売機とか良さそうやね。ちょっと寄ってみても面白そうやったね。高い魚買うこと思ったらポップコーンの販売機の方が面白かったかな。まあいっか。のどぐろのでも5、6匹入って900円は安いような気もするな。のどぐろの開きが1匹5、600円してましたけどね。淡路島がどっかで見た時そんなんやったね。なので5、6匹、淡路島級のやつ、あののどぐろぐらいの大きさのやつ5、6匹やったら 1枚500円として5匹で2500円か、それが900円たら安いな。ただあのイカは800円は高い、高いなあ。あれスルメイカじゃなくてケンサキイカやったら話変わるんですけどね。ケンサキイカやったら800円ということはないんですけどね。今度2000円か3000円すると思うんですが、メイカでサイズが大きいからといってあの値段取るかなみたいな。手のひらサイズぐらいのやつが2、300円かなみたいな。まあ手のひら言っても女の人の手のひらじゃないですよ。まああとは味に期待しましょう。味裏切られたらあれ800円は泣かないかんね。800円あったら結構ええもん買えますからね。いくら物価が上がったといえ、あの定食屋で定食食べれますからね、800円もあったら。あー、体すごいな、もう乗り心地悪い。いろんなものが出てきたわ。片付けないか。やめても、オートクルーズで一定速度ではちょっと走れないですね。
上町霞区でした。やっぱり上町です。眩しい。山陰近畿道早期実現っていう看板がありましたね。どの区間を実現させてくれるんやろう。とりあえずかなりいい道路でしたね。さっきの浜坂道路って、あの地元の方は浜坂道路って言ってましたけど、ハブトンネル 1087m。 ハブって読むんやろ、ミブかと思ったらハブですね。市街まであと12、3キロかと思われます。国道178号線ハブトンネル何メーターって言ったっけ。自分で言うといて忘れた。長いね。トンネルで窓開けると、音がうるさいのもさることだから空気が悪いことが多いんですよ。トラックとかの排気ガスがこもってる場合もあれば、あのカビ臭い時もあるしね。あんまりトンネルで開けたくないんやけど。はい、こっから豊岡市に入ります。気温現在6度です。11時ちょうどになりました。178号線豊岡市竹野町。あの全然止まらへんな、これ。枕なあかんもん。排気ブレーキ全く意味をなさないので、もう4分の1やから 75% は荷物降りたんですけどね。あと 25% しか乗ってない割に重たくもないのに止まらない。およそ左がきついのか、エンジンブレーキが弱いのか、そのどちらもなのか。アクセルだけでやりたいんですよね。路面濡れてるしね。ブレーキ踏んでシューッと滑るのも嫌なんで。土曜朝一、朝一誰もいない。人っ子一人いやしね。今日金曜日やからか。300m 先、斜め左方向です。斜め左方向です。海浜に行ってカニを買うてくるという手もあるな。あ、もうええか。2000円ぐらい使ってしもったもんな、さっき着物で。冷凍一夜干しの冷凍もんなんで、スーパーで買うても冷凍してるんやったら一緒じゃないのっていう、まあそうなんです。鮮度を言うとそうなんですけれども、あとは、物がでかいとか珍しいとか、まあそうなんでしょうね。あと値段が、現場で、現地で買うてるから安いみたいな。現地で買うたら普通もっと安いかなと思うんですが、観光地価格でやられたかなみたいな気もしてます。あの値段で売ってて観光バスとかが止まったところでそんなに衝動買いしてくれるとも思えないですけどね。ちょっとねって言いながら、私あのノドグロとイカと2つ買いましたけど、そういうのを衝動買いと言うんやで。03分トンネルの名前とか距離を忘れましたが、まあいいでしょう。国道178号線豊岡向き、あと7、8キロかな豊岡まで。多分
私は豊岡ちょっと通り過ぎて国浜の手前まで行きます。トンネルくぐると国浜みたいなところまでは行きます。帰りはどうしようかな。スマホで帰るか。今回直売カニ、松葉ガニとかなんかいろいろ書いてますね。またこういうとこ行ってぼったくられるんやろね。あのイケスに入ってるあの生きてるカニは1杯あの1万何千円してましたけどね。1杯がですよ。まああれ生きてるから冷凍じゃなくて生やからね。あいつらは五のトンネル955、絵のトンネルじゃなくて五のトンネル。とはいえあんまりスピード出せないですね。あのすごいバッカンバッカン跳ねるんでね。道路もあの古くてボコボコなのがちょっと嫌な感じですけども、ね、まあ仕方ないですね。左が豊岡市で右側が上町なんかな。上町の看板もありましたよね。何キロ先上町とかそんなんかもしらんけど、貸してるんで、あれです。私は寒くなくなりましたが、カメラが熱温度上昇でいつ途切れるかわからないので、カメラ冷やすためにちょっと入れ替えます。しばらくお待ちください。ここに家があるところでも制限速度50キロですね。この辺の家の人怖いやろ。車ビュンビュン来るから。家が古い木造建築ばっかりやから、私のトラックでもそうですが、前を50キロでこんなところ走りますと相当あの振動がいったり、風圧でバーンってあのショックが来たりするのちゃいますかね。乗用車が通るだけやったら音うるさいだけなんですが、トラックとかが前走るとあの重たいので車体が振動が地面を伝わって地震かみたいな、そんな揺れ方する場合もあるでしょう。お、武藤圭司のあの武藤道場、焼肉武藤道場の看板が、武藤圭司プロデュースの店どこや、看板だけか。私が知ってる武藤圭司のあの武藤道場というあの焼肉屋さんは北近畿豊岡道の和田山のところを降りられたら
あるんですよ。9号線出る前、ちょっと手前ぐらい食べに行ったことはないんですけどね。あるのはだいぶ前からあるから存じ上げております。まだあるのかな。まあまだあるんでしょうね。武藤刑事といえば闘魂三銃士、闘魂三銃士といえば蝶野正弘さんはまだ元気やけど、橋本徹じゃなかった、橋本慎也さん、あの人ね、死んじゃいました。若くして、だいぶ若くして、残念ですね。強かったもんね。若くして亡くなったといえば、テリー・ゴディも多分亡くなってますよね。ブルーザ・ブロディもか、ジャンボ・ツルタ、まあ、ババ社長は65ぐらいまで生きはったかな。お亡くなりになった人多いね、そう考えると。なんで締めっぽい話なんだ。あ、武藤刑事のせいや。武藤が悪い。以上。武藤のせいにしたった。制限速度50キロです。日高聖火市場。この高田からもう日本酒買いたくてしゃあないな。どっか今現金使うたし、現金もちょっと温存しときたいんでね。カード使えるところで地酒を買えるとこないかな。この辺やっぱり浜坂の道の駅で買えばよかったか。あそこは地酒の品揃えすごくいいんでね。カードも使えるしおすすめです。目的地まで 5km です。回し物みたいな。値段はええ値段するんですけどね。まあ前行った時は日本酒2本ほど買うて、あれです、あの秋限定のなんとかっていうのと山廃仕込みのやつと2本買うて、そしてなんだホタルイカの沖漬けのあの目玉取ってあるやつ、目玉あの硬いんでね、あれ、あの若い人やったらええかもしらんけど、あんまり年いった人があれ目玉ガリッと噛んでしまうと歯かけてしまうかもしれないんで、ご注意ください。ホタルイカ危ないですよ。 目玉ボーっと噛んでて目玉ガチッと噛んでしまうとね。ちょっと狭いとこ入ってきたね。ちょっと狭いね。豊岡市街3キロ、舞鶴まで10キロ、読めなかった、もう一個。何十キロかあるやつが読めなかった。あ、舞鶴まで10キロ言うことないわ。100キロぐらいあるやん。ないかな。京丹後過ぎて、宮津過ぎて、それから舞鶴から100キロは言い過ぎかもしらんけど、10キロではないから。10キロやったら久美浜のあたりが10キロやからね。お、吉野家あるやん。吉野家なぁ、寄ろっかなぁみたいな。トラック1台入っとるなぁ。トラックサイズではないけれども、客が少ないからトラックが置けるくらいの感じでしたね。株主優待券まだ何枚か残ってるんで、あれで昼飯食べようかなみたいな。
の屋の株もだいぶ上がりましたね。もう今ちょっと高くて、前も売ってしまってね、利益確定して売ってしまったんですが、買い戻せないですね。高くなりすぎやわ。今29万、もう大方30万近くなってますね。去年ぐらいまで15万ぐらいやったんですけど、去年の倍ぐらいの値段ついてますね。 2,3 年前とかやったら10万切ってたのにな。まあ100株の値段ですけどね。まあ株主優待分厚いのと、配当金もまあまあくれるんで、いい株かなと思ってます。イオンと吉野家は持っといてもいいかなみたいな。イオンも今2323万ぐらいか。どっちも高いですわ。イオン私がこの前手放した時で18万ぐらいやったかな。18万5千ぐらいか。それぐらいで売ったので、それからすると23万とかやったらもう5万ぐらい上がってるから。消費税 10% になる手前で売ったんですよね。あれ持っときゃよかったね。消費税上がると消費が冷え込むからっていうんで、景気が下がるから株価下がるわっていうことで、暴落したら嫌やなと思って全部処分したんですよ。一応利益は取ってあるんですが、でまた暴落してから買い戻したらいいわと思ってたんですけど、買い戻されへんっていうかね、今買うてそっから10万ぐらいボーンと下がられたらもう泣かないかんしね。当たりばったりで売買しております。その辺は11時16分、もうちょい行って右曲がりますと豊岡の市街地、もうちょっと右曲がるタイミング言うの忘れて通り過ぎましたけどね。手前でね、曲がったら豊岡の駅の方に行ったりとか、この辺から曲がって行けるんですが、この速道入っていってね、左に行ったら城崎の方か、右行ったら茶畑県道3号線やろ、見えんだ、県道3号線か。はい、丸山川という川を渡ります。丸山川を渡るこの橋は豊岡大橋。この辺は観光地 名所が多いですよね。今のだからさっき言ってたやつ、左に曲がって延々とトコトコと県道行けば城崎温泉とか行くでしょうし、右行ったら右行ったで、豊岡の市街地行くし、まあおそばで、わんこそばで有名な伊豆市とかも近いし、まっすぐ行ったら久美浜がね、海きれいし、海水浴とかもそうやけど、牡蠣とかもあるし、カニとかも、まあ辺行っても海産物のお土産屋さん何かしら立ち寄りますけどね。引き続き国道178号を走っております。豊岡トンネル472、カバンの産地か、そういえば豊岡ね、思い出した。
カバンで有名やった。目的地まで 2km です。はい、では、荷下ろしそろそろしますので、また後ほどお会いしましょう。さようなら。11時19分です。国道178号線東向き、宮津方面向きで走っております。さようなら。長っ、46分。